長官した平城平城は平地に築かれた城を言う。江戸時代の軍学者により分類された地勢による城郭分類法の一つである。平城は山城に対する語として使用されることが多い。後世に作られた概念であり、どの城が平城であるかないかは意見が分かれる。主に日本の戦国時代末期から江戸時代にかけて建設された平地の要塞を指す。 日本独自の語であり、海外の要塞や宮殿を平城と呼ぶことはない。幕府の語書本来、城は、観合や城壁で囲まれた町を指す語として、中国で成立した。しかし、国土の8割が山岳部を占める日本において、防衛施設は、より堅牢な山城によることが多かった。平城系や平安系も、堀や兵、門を備えていたが、 中国の唐を真似たのみで運用上、外敵の侵入をほとんど想定していなかった。例えば上級の乱において、幕府軍はや、安す,やすと脅域に侵入し、朝廷軍を破っている。そのため平地に建設された大規模な官営施設でも、これらを平城と呼ぶことはない。平城は、平地に土塁と堀で囲った鎌倉時代初期から南北朝時代にかけての武士の住まいである。 宝慶館、後の室町、戦国時代にかけての守護の館である守護所などの館、館が起源となった。守護所は室町幕府の御所を模して建てられ、また山城を爪の城としていることが多く、街道や水運の要所などの付近に築いた。また、地方の在地領主にも普及し、同様の形状で築城が行われた。戦国時代では、 織田信長が築城した室町大やとよと秀吉の呪落大、徳川家康の二条城などが、後の近世平城に影響したと考えられている。戦国時代以前は、山城が中心であり、地形的に適当な山がない場合に平地に防衛施設を築く場合もあったものの、平城はほとんど築かれなかった。城が軍事的な役割にのみ利用され、平時は、 山徳の館で生活し、有事に城にこもって戦っていたからである。しかし、戦国後期になると、軍事拠点としての役割に加え、政治、経済の拠点としての役割も重視されるようになった、ため、交通や商業の要衝である平地に城を築くようになった。なお、海岸、河川、湖沼に隣接して築城され、その水を防御に利用する城を水木と分類するが、 つい場所が平地になるものは平城に分類される場合もある。ただし、海や川に接する山に築城された場合も水木になる。ため、すべての水木が平城となるわけではない。代表的な近世の平城の例では、名古屋城、駿府城、二条城、広島城などがある。平城として見られることがある。江戸城や大阪城の分類は平山城とすることがある。また、 水木の中でも高松城、今治城、中津城、高島城、ゼゼ城などは平城でもある。近世植方機以降は平城が中心になった。これには様々な理由が挙げられている。その一つに山城が持つ高所から敵の動きを監視する視界を確保する役割を代替するため一種で土地が盛り立てられ、本丸に天守が建てられた。徳川家康は、 平城を好んでいたとされるが巨大な平城の中枢部に高層の天守を建てることで戦略的価値を生み出していたとされる。しかし、江戸時代には仏家書ハットハップにより天守をはじめ城郭の無許可増営、修理が禁止され、幕府による政治的な判断による中止措置、災害による防失、藩の財政難という経済的な理由により次第に建築されなくなった。 ありがとうございます。